ベンジャミン・シーゲル。ベンジャミン・シーゲル。1906年2月28日から1947年6月20日は、アメリカ合衆国のギャング。アダナワ・バグ・ジー。禁止放火の密輸ギャングを経て、ラッキー・ル・チャーノラのマフィア組織の樹立協力し、1940年代、賭博の街ラスベガスの成立に関わった。ニューヨークのブルックリンのウィリアムズバーグ生まれ。 両親は、ウクライナ出身のユダヤ系移民。生まれる、数年前キエフから渡米した。貧困家庭で育ったものの、家族には、裏社会と関わりのある人間はおらず兄は、医者の道に進んだが、シーゲルは、少年時代から、ストリートギャングとなり、マンハッタンのローアーイーストサイド地区のを中心として、窃盗などの犯罪を働き、露天商から上納金を取り立てていた。この頃、 ヘルズキッチン地区のアパートのベランダから下を歩く、ケーラ中の警察官に水を入れた袋やレンガを投げつけていた。バグジーのあだ名はここから来たと言われている。バグジーとは、バイキン、害虫、狂人という意味の別称で、彼はよほど親しい人間でない限り、自分をそう呼ぶことを許さなかった。シーゲルは、人生で一度だけ生業についたことがある。それは、 タクシー運転手だった。当時のタクシー利用客はもっぱら富裕層だったため、客を外出先に送り届けた後で客の自宅へ空きすぎ、入った等。1926年1月、タクシーの乗客を交換した容疑で逮捕されたが、被害者が証言を解放免された。1920年頃、マイヤーランスキーと知り合うと車を盗んでは、闇ルートで売りさばいたりギャングに貸して儲けた。 縄張り争いに駆り出されヒットマンともなったバグズマイヤーギャングアーノルド・ロス・スタインの資金援助を得てランスキーたちと酒の密売トラックの護衛を請け負いニューヨークとシカゴ間を往復したライバルのトラックを襲っては酒を横取りして非合法の酒交換所で売りさばいたやがて自らも密輸課業をはじめフィラデルフィアでワキシー・ゴードンの縄張りを狙った フランク・コステロ、ビート・ジェノベーゼ、ジョー・アドニスたちと名優になった。1931年、ルチアーノの口ひげピート構想を手助けし、ユダヤ系コロシアを率いて、旧世代ニャングの殲滅に力を発揮した。1931年9月、シチリア系のボスのサルバトーレ・マランツァーノが刑に、紛争したユダヤ系のコロシア4人により殺害されたが、一説に、そのコロシアの一人とされる。 1931年11月、ホテルフランコニアで行われた、ユダヤ系のギャング会議に、ルイス・バカルターや、ジェイコブ・シャピロラ8名と参加し、警察の手入れにあった。縄張りの確認やイタリア系シンジケートとの協調が、議論された。イタリア系、ユダヤ系の合同シンジケートの役員に選ばれ、裏切り者や反逆者の粛清を専門に行う、執行機関、マーダ・インク。 殺株式会社の結成に関わった。ランスキーが監獄送りにしたライバルのゴードンに命を狙われた。ゴードンが派遣した殺し屋アンソニー・ファブリッツォにアジトに利用していたグランドストリートのハードタックソーヤルクラブの煙突から爆弾を落とされた。シーグルは頭を負傷したが命を取り留めた。ファブリッツォの居場所を突き止め、1932年11月19日、 刑事を装って家に押しかけ、外に誘い出して銃殺した。シーゲルは裏社会での地位を確立し、ルチアーノと同じウォルドルフ・アストリアの住人になった。一説に1935年のダッチ・シュルツ暗殺や闇金融業者ルイスとジョセフのアンバーグ兄弟の殺害にも関わったとされる。1927年に幼な友達のギャングスター、ホワイティ・クラカウアー。 1941年殺害の妹だったエスタ・クラカウアーと結婚した。1930年と32年に女の子が生まれた。結婚を機にニューヨーク北部のスカースレールに豪邸を購入したが、ウォルドルフから本拠を動かそうとはしなかった。スカースレールの近所の人たちは、シーゲルのことを出張の多い会社重役と思え、ギャングスターとは思ってもいなかったという。 1937年、西海岸での組織拡大も兼ねて、カリフォルニア州に拠点を移した。当時のギャングボスのジャック・ドラグナには、組織をまとめる力量がなく、シーゲルには、小物のローカルギャングに見た。ルチアーノやコステロの代理で、ホテルや不動産ビジネスを始めたほか、仲間のモーセドウェイと組んで、西海岸の競馬通信社や施設場券場を、勢力下に置いた。 1938年、地元ギャングのトニー・コルネロと共に当時カリフォルニアで違法だったギャンブルをサンタモニカ海岸3マイルの沖でレックス号という船の上で開いた。3マイル沖の会場なら法律の適用外になるという目論みだったが、ロサンゼルスの軍警察はすぐに手入れに乗り出し、レックスを回転速休業に追い込んだ。そのため2人はさらに離れた12マイル沖で始めた。 しかし今度は陸地から遠すぎで客がほとんど訪れなかった。この件で二人は大損したという、メキシコの麻薬密輸にも関わったと伝えられた。1944年、カリフォルニアのセアリトスに仲間アレンスマイリーと共に倉庫を買い、東南クズ鉄を安く買って政府に高く売った。ハリウッドの社交界に出入りして人脈を築く傍ら、シュレンテクダで、 ハリウッド映画のエキストラ組合に強引に入り込み、組合ストを盾に、大手映画会社から示談金を巻き上げた。また映画スターから金を借りて返済せず、そうして、懐に入れた金は年に40万ドルにも達した。ケイリー・グラント、ハンフリー・ボガートら多くの映画スター、プロデューサーと交際し、ケティ・ガディアン、ウェンディ・バリー、ジーン・ハーロー、 マリー・マクドナルドらハリウッド女優と浮き名を流した。1930年代後半、イタリアの伯爵夫人で、社交家のドロシー・テイラー・ディフラッソと恋仲になり、その奇抜な儲け話に翻弄された。1940年代初め、元ショーガールのバージニアヒルと出会い、付き合うようになった。東海岸から妻子を呼び寄せて、一緒に住んでいたが、ほとんど家に帰らず、 1946年8月、週350ドルの養育費を条件に離婚した。娘が幼かったため離婚を先延ばししていた。1939年11月、マーダーインクを密告しようとした元仲間、ハリー・グリーンバーグを、フランキー・カルボや、アルバート・タネンバウム、ホワイティ・クラッカウアーラと共謀して、ロスで殺害した。1940年8月、 逮捕されたが、証人が揃わず放免された。1941年10月、政府内通者に転じた、マーダーインクのエーブレルズらの証言によりグリーンバーグ暗殺関与で再び逮捕された。クラッカウアは1941年2月口封じで殺され、レルズは1941年11月に謎の転落死を遂げた。さらに、 レルズに追随して密告者に転じた多年バウムによるシーゲルの殺害関与の証言が証拠として採用れず、1942年2月、無罪釈放された。チンジケートがシーゲルを救うために、ロスの検察当局を買収したとされる。グリーンバーグ関連の裁判中に収容された刑務所では、刑務所の食事を拒否して、自分のシェフに食事を作らせた。 電話の無条件使用や独房への女性面会者の入室も許可され、歯医者に行く名目で19回も外出を許可された。歯の治療の代わりに、ハリウッド女優との食事を楽しんだ。マフィアの入る前から、小ぶりなカジノタウンだったラスベガスは、1931年のネバダ州の賭博後崩壊後に作られた、地元経営者のカジノホテルの営業が良好だったため、 さらなる投資の機運が高まっていた。ネバダで適当な場所を探していたランスキーが1941年頃からモーセドウェイラ配下にラスベガスの小さな賭博クラブの経営に参画させ地方を築いたのが始まりで1945年3月本格火事のホテルの草分けとされるエルコルテスに経営参加し結果は成功した。こうした下地があってランスキーは たまたま資金不足で建設を中断していた実業家、ビリー・ウィルカーソンのホテル資産、後フラミンゴホテルと命名されたに目をつけた。1945年11月にホテル建設を開始したウィルカーソンがカジノを任せようとエルコルテスからモーセドウェイとガス、グリーンバウムを引き抜いたのが発端だったとされる。ウィルカーソンは建設予算120万ドルに対して銀行から60万ドル。 ハワード・ヒューズから20万ドルの計80万ドルを借り、残りは、賭博で稼ごうと大金を注ぎ込み、逆に20万ドルの借金を作って、建設中止を余儀なくされた。ウィル・カーソンの構想はゴージャスな部屋とスパ、フィットネス、高級レストラン、ナイトクラブ、ジュエリーショップなどを備えた、ヨーロッパスタイルの豪奢なカジノホテルだった。ニューヨークマフィア、イカ組織と呼ぶから投資金を集めた。 ランスキーは1946年2月、残りの建設費を全部負担するという条件で3分の2の権益を100万ドルで買い取り、シーゲルを呼び込んで建設責任者にモーセドウェイをアシスタントに据えて建設を再開した時の100万ドル約1200万ドル2015年。ランスキーのお抱え弁護士、ハリー・ロスバーグが契約実務を進め、 プロジェクトの受け皿にネバダプロジェクトコーポレーションを設立した。契約ではウィルカーソンがオペレーターの権利を保持する条件だったが、建設が進むうちに骨抜きにされた。シーゲルも以前からラスベガスの賭博利権に参入していたが、ハリウッドから動かず、世話役のセドウェイラが中心に動いていた。シーゲルは当初乗り気がしなかったが、 ハリウッドのスター仲間を呼び込んでパーティーを開いたりするうちに熱心に建設の指揮に当たり始めた。アリゾナの大手建設会社デルウェーブ社が工事を担当したが戦争の影響で資材調達が難航し闇市場の高価な資材を調達してコストはオーバーアランした。闇市の資材売り屋は鉱材や銅をシーゲルに売った後夜中に侵入してそれらを取り返し 夜が明けてから再び売りつけるなどフラミンゴをカモにした。シーゲルは資材が足りなくなるとハリウッドの映画スタジオに行って製材やパイプを調達したりもした。建物デザインはウィルカーソンの欧州風イメージをもとに建築家、ジョージ・バーノン・シセルが担当したが、途中からリチャード・ステッドルマンに変えた。インテリアデザインはトム・ダグラスが担当した。ハリウッドの洗練された魅力を持ち込もうと何度も、 設計を変更し、工事は中断、やり直しを繰り返して遅延した。砂漠のオアシス感を出すため世界中の熱帯植物を輸入し、部屋の下水道を独立方式にしたり、ラスベガスでは初となる全館エアコンの導入を試みた、形エアコン導入はもともとウィルカーソンのアイデア。高級感を出すため1セット1.1万ドル相当の高価な家具を揃え、大理石は 海外から輸入した。自分のアイデアを実現するため金に糸目をつけず、1946年10月時点で建設費は予算の4倍の400万ドルに達した。これより先、1946年7月にランスキーは資金不足に対応するため、エル・コルテスの権益を76万ドルで売り払い、フラミンゴの建設資金に充当した。 同年8月、シーゲルは銀行に借り入れを打診するが、FBI のフーバー長官が、銀行に、シーゲルの過去を記した手紙を送り、借り入れをブロックされた。シーゲルは架空の株を売って金を集めた。ニューヨークで、コスト問題が議論され、シーゲルの資金横領を疑う声もあったが、ランスキーがシーゲルを擁護した。同年11月、組織は、資金の使途明細を出すこと、さもなくば、 一切の資金集めを停止するよう、シーゲルに警告した。シーゲルは早く開店して、利益を出せば文句なかろうと、作業員を倍にし、残業手当を奮発し、後期短縮ボーナスを設定するなど、さらに資金をばらまいて、工事を急がせ、1946年11月末、宿泊エリアを除く家事の、ラウンジ、シアター、レストランなどが完成した。 1946年後半から1947年前半にかけてフラミンゴに対策を講じようとギャング間で何度も会議が開かれた。1946年12月22日の週にハバナで開かれた真珠系と会議でもフラミンゴの件が話し合われたと言われた。同じ殺しイルに脅かされてフラミンゴを追い出されパリに退避していたウィルカーソンが 自分の広報誌で、シーゲルの贅沢で過剰な出費と、本当のコストをすっぱ抜いた。政府は、戦後の機関兵の住宅用資材を確保するため、民間工事を制限していたが、1946年3月末、生産統制局 CPA がシーゲルとデルウェブに、フラミンゴの工事凍結を命じた。最終的に工事は認められたが、 正解実力者の口利きがあったと信じられている。FBI はシーゲルがネバダ州地盤の上院議員パットマッカランにディベートを送ったとみて、収賄の疑いでシーゲルとマカラン両方をマークしていた1946年8月26日付の FBI メモ。FBI にマッカランとの関係を正されたシーゲルは地元の事前団体に500ドル寄付しただけとディベートを否定した。 一説によると、マッカランは資材待ち工事リストで、フラミンゴプロジェクトの順位を上にして、資材の供給を優先的に受けるようにしたとも言われた。当時のロスの新聞が、住宅がなく、帰還兵が路頭に迷っているのに、政府は娯楽ホテルの建設を許可したと批判した。1946年12月26日にホテルをオープンした。 ウィルカーソンが設定した1947年3月の開店予定を前倒しした。天候不良が重なって客の入りは良くなかった。ノームでロスの飛行機が飛べず多くの招待客が欠席した。友人の俳優ジョージラフトは車で駆けつけ、その他俳優仲間は列車で来た。客は工事の騒音で迎えられた。エアコンも人工滝も作動しなかった。セレモニーでは コメディ俳優のジミール・デュランテやローズマリーのパフォーマンスがオープニングを飾った。ステージ前に集まった客は80人程度だった。カジノでは2人の賭博士が10万ドルずつ当てた。宿泊設備はまだ工事中で使えず、泊まり客は他のホテルに泊まった。その後、2週間で30万ドルの損失を出した挙句、休業した。この間、シーギルはラフトから10万ドルを借りた。 組織はシーゲルのピンハネを疑った。その後未完成部分の建設を続けようとした。組織は最後のチャンスを与え、シーゲルは広報担当にハンクグリーンスパンを雇って宣伝に努め、1947年3月に再オープンしたセレモニーにはミスキーも出席。以前に比べ客足は伸びたが、それでも組織が予想した利益よりはるかに少なかった。 少しずつ利益が上がり始めるが、その頃には組織の態度は厳密と怒りに変わっていた。1947年4月、ホテルの総建設費は600万ドルに達し、当初の予算を500万ドルもオーバーした。シーゲルの接想のない大番振る舞いや浪費が明るみに出た。1947年5月、シーゲルからの収縮老子化の報告は、組織を驚かせた。6月初め、 愛人のバージニアヒルと血は喧嘩を起こし殴って怪我を負わせた。その後ヒルが現金六十万ドルを持ってヨーロッパに逃げたという情報が関係者を駆け巡った。1947年6月20日夜10時40分頃カリフォルニアビバリーヒルズの愛人ヒルの邸宅で仲間との夕食を液託したシーゲルがソファに座り新聞を読んでいるところを 庭陰に潜んだ殺し屋に、M1 カービン銃で窓越しに銃撃され、軽急発中4発が顔や胸に命中して殺された。両目が吹き飛ばされ、左目が部屋の反対側の壁で見つかった。ソファの反対側に座っていたアレンスマイリーはとっさに、床に伏せ、銃声を聞いて、ベン、と叫びながら飛び込んできた、バージニアヒルのニーチックヒルに、明かりを消せ、と叫び返した。 近隣住人が銃声とその後の車のエンジン音を聞いた。1947年3月頃、シーゲルは世話役のモーセドウェイと不和になり、彼をフラミンゴから締め出していたが、不和の原因は一説にセドウェイがシーゲルの素行調査を始めたことに起因するという。警察は、シーゲルとセドウェイの喧嘩が、ベガス界隈では常識だったとの突破口の証言をとに、 セドウェイを真っ先に取り調べした。マーダー・インクの殺し屋であとルッケーゼ一家に入った、フランキー・カルボやドラグナ一家のエディカ・ニザーロが、実行犯として浮上したが、事件は、迷宮入りした。シーゲルの遺体は、ハリウッド・フォーエバー墓地に埋葬された。ロアーのビアリスト・ーカー・シナゴーグの記念枠には、シーゲルの名が彼の2ヶ月前に亡くなった父マックスと、共に刻まれている。 暗殺は、建設費の浪費、資金横領を理由とする、ニューヨークマフィアの、または、シカゴアウトフィットを含めた全米真珠系との、粛清と一般に信じられている。建設現場では、闇市の資材商人の窃盗が横行したが、シーゲルが、この窃盗団の存在に気づき途中から、バックリベートを受け取っていたとも、多額の資金をかすめ取って、愛人ヒルに貢いでいたとも言わた。シーゲル暗殺は、 1946年12月の全米新事件との幅な会議で決定されていたとも言われたが、ランスキーの除名要請で二度処刑を引き延ばされたことに忍耐できなくなったグループが見したとも言われている。しかくアウトフィットが裏で絡んでいるとの説も根強く信じられた。アウトフィットはシーゲルとドル箱の競馬通信者をめぐって対立していた。ニューヨークを含めて 全米シンジケ系とはシーゲルが、競馬通信社の利権を放棄すべきとの立場だった。シーゲルは、フラミンゴの資金不足に対応するため、競馬通信社のサービス料金を2倍に値上げし、西海岸一帯のブックメーカーから苦情が殺到した。これが、アウトフィットとの摩擦を激しくしたと信じられた。また、地元マフィアのドラグナ一家のジャック・ドラグナと共同で、競馬通信社を運営していたが、 ある会議でドラグナを運営から排除することにしたといい、これを恨んだドラグナ一味が暗殺に関わったとの説もある。バージニアヒルは元アウトフィットの闇金運びの女で過去地下賭博の生産金を持って全米を行き来していた。ヒルを使ってニューヨーク税の金を垂れ流させシーゲルを自滅に追い込んだのではないかという暴略説もある。ヒルによって シーゲルの一挙手一投足がアウトフィットに筒抜けだった。シーゲルは仲間を呼び集めてニューヨークから独立したカリフォルニアシンジケートを作ろうとしていたとも言われた。シーゲルは若い時に優秀な暴力装置としてライバルの殲滅、組織の防衛に力を発揮し仲間を助け、ヘマをせず、ヒノコが自分に振りかかっても自分で振り払い。 組織に自分がいかに有用な人間かを常に証明してきた男だった。カリフォルニアに移った後のシーゲルのわがままな振る舞いは寛大に扱われ、情報するのは常にニューヨーク側で、シーゲルに対する信頼は変わらなかった。変わったのは、シーゲルの方でハリウッドの映画スターに囲まれ、華やかな社交界で天狗となり、 昔の仲間との絆をスラム街の記憶と一緒にゴミ箱に捨てた。ニューヨークの仲間は彼に最大限の屈辱を与えるべく、その死を完全無視した。シーゲルを建設責任者という大役に任命したランスキーは、その任命責任とフラミンゴプロジェクトの統括責任者としての二重の責任があり、ランスキーにもペナルティがあったと見られたが、粛清は免れた。 またフラミンゴ投資を積極的に進めたフランク・コステロも投資仲間に恨まれたが、ルチアーノの仲裁で金を返すなどして事なきを得たという。フラミンゴホテルはシーゲルの暗殺後、オーナー会議が開かれ、サンフォード・アドラーらに経営を任せたが利益が上がらなかったため、1948年、ニューヨーク・マフィア参加のモーセドーエイガスグリーンバウムラの経営体制に移行した。 モーとグリーンバウムは、それまでのカジノの主流だった、カーペットジョイントと呼ばれる高級カジノ志向を捨てて、大衆的な低価格路線を打ちし、これが、戦時中の配給制で禁欲を強いられた、アメリカ市民の娯楽欲求に火をつけた。全米から客が退去して押し寄せる、大ブームとなり、その後のラスベガスの繁栄のきっかけを作った。時代の流れを読み切った、モーの戦略と、 ブックメーカーとして、爆発を踏んだグリーンバウムの経験値が合体し、フラミンゴを成功に導いた。様子見を決め込んでいたニューヨーク以外のマフィアが、一斉にラスベガスになだれ込み、大型カジノホテルを次々とオープンした。これらマフィア支配下のカジノホテルは、カジノ収益のスキミング、ピンハネを開始し、後で脱税追求を徹底的に受けることになった。 1948年のフラミンゴの利益は400万ドルだったが、スキミングする前の総利益は一節2500万ドルとも言われた。あ、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。